お前は船長。Thank you.
4月5日の放送ってこんなにも熱いもんなんでしょうかね。ここ札幌には我々が大変影響を受けたバンドであるブラスターズ・デブチャス、イースタンユース、パウ、そしてブルーマン、そして惜しくも解散してしまったんですけれども、カウパス、歴史というものは終わる歴史もあれば始まる歴史もあるのでございます。我々ナンバーガールの最後のラップをここ札幌でできたことをとても誇りに思います。ここぐらいまでは覚えてます。新入生の皆様方、大体慣れてきた頃だと思うんですけれども、高校生活、このあなた方がこれから歩む大学4年間という長い道の中で、きっといつかはくじきそうになることもあるでしょうが、そんな時に支えになってくれるのが、そう、友達です。あなた方にとても良い友達が生まれる場所、そう、そこがここサークルという場所なのです。このサークルに入る入らないはさておいて、サークルに入らないで4年間を過ごすとなると、あなたはきっと割と最初の段階でくじけることになるでしょう。4時35分頃だったと記憶しておりますが、今4時5分でございますので、私はあとここで30分ぐらい話すこともできるんでございますが、いい加減どなたか出て行ってもおかしくない頃合いですので、我々最後の曲を演奏したいと思いますが、でももうちょっとしたい気もしているんです。いや、ここで終わっております。
さよなら。